トンプソン・ルークは、ニュージーランド出身の元ラグビー選手。旧登録名、ルーク・トンプソン。2010年に帰化した。セントビーズ高校、リンカーン大学出身。ラグビー王国ニュージーランド出身選手でありながら、幼年期はサッカーを行っており、ラグビーを始めたのは13歳からと、ラグビー選手としては、キャリアの遅い選手である。 すぐに14歳以下カンタベリー州代表に選ばれて以降、イ字レベルの各代表に選出されている。高校4年生までバスケットボールをやっていた。NPC のカンタベリーに所属を経て日本へ。2004年にはトップリーグ産洋電気ワイルドナイツ。2006年度からは近鉄ライナーズに所属。2008年シーズンから2010年まで近鉄ライナーズのキャプテンを務めた。 80年を誇る近鉄ライナーズの歴史の中で初の外国人キャプテンである。日本代表としてラグビーワールドカップ2007ラグビーワールドカップ2011ラグビーワールドカップ2015ラグビーワールドカップ2019に4連続出場した。2010年7月日本国籍取得2015年ラグビーワールドカップ2015の日本代表に選ばれる。 自身にとって最後のチャンスと位置づけて挑んだ大会で代表チームの躍進に大きく貢献し、ベースボールマガジン社が発行するラグビーマガジン12月号において読者が選ぶワールドカップ MVP に断突の票数で選出された。最後の試合となったアメリカ戦終了後のインタビューで代表引退を表明していたが、2017年6月に再び代表に選出。 2019年2月には、サンウルブズの2019年スコットに追加招集された。また、同年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。日本チーム最年長のトンプソンは、9月に開幕した、W 杯本大会開幕戦のロシア戦で4、大会連続の試合出場を達成し、W 杯史上3番目に、年長の試合出場選手となった。 また、チーム四試合目のスコットランド戦で自身通算十三試合目の W 杯試合出場となり、W 杯の日本代表選手、最多出場試合数記録を更新した。準々決勝南アフリカ戦も先発出場し、記録を十四試合に伸ばした。W 杯閉幕後、トップチャレンジリーグ二千十九から二十シーズンに出場し、二千二十年一月十九日の最終戦。 近鉄対栗田工業船をもって、現役を引退した。2月3日に、近鉄のアドバイザーへの就任が発表され、引退後は、母国ニュージーランドで農場を経営するから、近鉄のチーム強化と、近鉄グループの PR にも携わる。CM。ありがとうございます。